レバノンの首都ベイルート南部で2日、イスラム組織ハマスの幹部が無人機による攻撃で殺害されました。ハマスはイスラエルの攻撃と断定していて、パレスチナ自治区ガザでの戦闘が始まって以降、ベイルートへの攻撃は初めてとみられます。レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者ナスララ氏も3日、イスラエルの仕業だと主張した上で、 レバノンへの戦線拡大を望むなら最後まで戦うと強調しました。こうした情勢を受け、ドイツ外務省は3日、レバノンに在留するドイツ国民にできるだけ早く出国するよう勧告しました。